あの有名芸人が食べに来たラーメン屋森実、めちゃくちゃおしゃれな風に見て、ほんなら早速入っていきます。お邪魔します。あ、いらっしゃいました。あの有名芸人はアンガールズ田中さん、すごいですよね。ほんまに他にも栗原選手の存在もいました。えぐい。ほんでな、ここはバーなんてぐらいなおしゃれで、女子受け間違いなし。特別に厨房に入れてくれたんやけどこれやばいよな、醤油ドップのびかりしとるやないか。これが湯の粉やの麺な。すごい。いや、それにして湯気が舞い踊りよるわ。ほんますごい。しかもこれたまらん、たまらんわ。うわあ、これはやばい。そうよな、入っちゃうんだな、これだな。うまそう。いやー、器も香りも最高ですね。というか、そうそうできるね。じゃあ、それではいただきます。そうそう、これこれ、あ、これやね。一口でも口に入れてもらったらもう病みつきになるスープなんですよ。色の割に辛くなくて、もうクオク飲むんですよね。店に来て一回食べた方がいいです。絶対後悔しないです。最後まで見てくれた人にはプレゼントです。店長、いただきます。あ、うまっ。いや、最高、マジ最高やな。うますぎる。うん、これがご飯と合うんすよね。マジでやばいっす。また麺とは違いますよね、この胡椒入れてニンニク入れた時の。うわ、最高。この猫まんは最高。店長、ごちそうさまです。いやー、欲しくなりますよね。